ガリシア州内の位置、ポンテセスウレスは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカで、カルダスに属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は3123人。住民故障は、シスレの A。カスティーリア語表記は、プエンティシジャース。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は91.52%。ポンテセスレスは、 ポンテベドラ県の北部に位置し、コマルカでカルダスに属する。面積は6 7平方メートルで、ポンテベドラ県とアコルーニア県を隔てている、ウジャカワのほとりに位置する。北がアコルーニア県のパドロンと、南がバルガと、東がアエストラーダの各自治体と隣接する。ポンテセスーレスはカルダスデレース司法管轄区に属す。 住民は一つの教区内の13の地区に居住する。ポンテセスウレスは1883年まではパドロンに属しており、その後バルガに属した。1925年、両自治体の代表者の間で協定が締結され、1925年3月にはポンテセスウレスが自治体として独立するための手続きが取られ、同年10月9日市長が選出され、 自治体としてのポンテセスウレスが創設された。自治体主張は、ガリシア民族主義ブロックのマヌエル・ルイス・アルバレス、アンゲーラ、自治体表議員は、ガリシア民族主義ブロック、4、ガリシア国民党、2、IP、2、ACP、1、ガリシア社会党、1、手が、1となっている。ポンテセスウレスは一つの教区で構成される。ありがとうございます。